直前でございますけれども、インタビューしたいと思います。スキマスイッチのボーカルの顔面だらしなくしたのすけです。松田との前発表でお願いします。来ました。お世話してます。ここにかなり長い間出てるよね。いやもう20年ぐらい出て。長いよね。ソーラーパネルならちょうど寿命ぐらいの、ね、時期です。20年つったら、はい、それがよくわかんねえそうといったらやっぱりね、農業半農半芸半農半芸でやってるんですけど、俺が出てるレギュラーライブこれだけになっちゃったんですよ。確かに事務所ライブにバレないから。コロナで、はい、いろんなところのライブが中止になってる。だからリンゴ畑と新宿風の多くてリンゴ農園のはどうなんですか。リンゴの順調ですよ。あ、これはもうそこは順調なんだ。もう順調です。ずっといるんですもん。ずっと畑で一人ぼっちで働いてる。最後は進む一方ですもん。映画化されたじゃないですか。そうなんですよ。僕がモデルの。そんな芸人いないよ。実りゆくっていう。実りゆくって映画のね、監督がね、マネージャーなんですよ。監督の現場まで車で送迎したり、コーヒーとか持ったりとか、マネージャーのマネージャーみたいな仕事やらされてマネージャーだったら本人使うよね。エンドロールだけリンゴ畑で作業してるシーンだけで映るんですよ。あれは別に松尾さんを映したかったわけじゃなくて、リンゴを映したかったんですよ。それじゃリンゴのバーターで使われてるのかと思って。はい、欲しいですよね。そうなんですよ。一応名前出してもいいですか。いや、大丈夫です。はい、どうなったでしょう。日本エレキテル連合の中野さんです。中野さんのね、はい、一緒に住んでるんですか今。住んでないです。住んでない、はい、交際0日で結婚して東京と長野で別居してるっていう。たまに俺結婚してんのかなと思ってウィキペディアで確認してますからね。はい、松田と前発出場でした。この方々に来てもらいました。アマレス兄弟です。お願いします。来ました、はい、今日ちょっと撮影ってことで、はい、あのネクタイをしてきちゃいました。コンビ組んでどのぐらいなんですか。コンビ組んでもうでもまだ5年とかですかね。コロナでもダメージを一番特に食らいましたから僕らは。オリンピックの仕事、いわゆるちゃんとした公的なレスリングの仕事がまあほぼわってゲストとか司会とか子供たちにレスリングを教えるとか修学旅行生とか学校の授業でオリンピック見るっていうのがあるんですよね。その子供たちに僕らが教授してレスリングを、そこからオリンピックの会場に行くっていう仕事もあったんですよ。全部なくなりました。本当にオリンピック期間中パリではないですからやっぱ、ね、日本でやってるからこそのイベントなんでパリまで呼んでくれるわけないですから。フランス人がいきなりレスリングコメディアンとかで呼ぶわけないですから。急に増えたもんね。そうなんですよ、はい、今何なんだって話ですよ。今持ってこいよこのなんすか16人とかさ。ふざけんなよ。アマレス兄弟でした。ありがとうございました。この方に来てもらいました。はい、お名前からお願いします。はい、大川工業大好きっ子の三島翔吾です。そんな好きか。ありがとうございます。そういうキャラでしたっけ。はい、そうですね。あ、そうですか。どこはどうですか。8年か9年ぐらい毎月ですね。毎月ずっと出てるっていうのはすごいね。体調不良も精神異常もなくお客さん呼ぶよね、パーク関係者が。はい、半分なんか三島のお客さんって時あったよね。ありました、ありました。デパートじゃもう働いてないしね。そうですね、しっかりクビになりまして東京電力だっけ。東京電力になりました。お客様アンケート2位になって東京電力さんから表彰されて。もう泣いちゃったでしょ。そこもう私しがみつかないんで、どこの職場にもしがみつくと逆に芸人の仕事おろそかになるじゃないですか。どこはもう絶対外さないっすよね。そうね、同じネタやらない人がすごいでしょ。だってすっとこのお客さん同じネタやると何の目的っていう目で見ますもんね。なんか大会出るつもり調整なのみたいな顔して見ますから。新ネタ思い浮かばなかったのみたいな顔で伺ったら、そうですよね。そういう目にあってからずっと新ネタですからね。ありがとうございました。ありがとうございました。